フィ、起きてルフィ。ここは、うわ、なんだ。あの後、あんた気を失って、あたしたちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは、腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか、こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようなぞ、おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカなやつらだ、ペロリン。麦わら。まあいい、明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。おや、俺の忠実な海の戦士ジンベエ、どうした今日は。改まって、今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。うち辞めたりしねえよな。海賊なんだ、好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に。この結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅だ。さらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちまう。だから抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんな、プリン、私サンジさんにプロポーズされたの。
でも安心して、私結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは、私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃうかね、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう、出せ。何としても救い出す。これがわしの神器じゃ。てください。しつこい方たちですね。ルフィさんたちを探さなければならないんです。誰か近くで戦っているようじゃ。仲間かもしれん。急ぎ向かおう。ここに話は後じゃ。まずはここを切り抜けよう。この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。いや、閉じ込められ急いで突破するぞ。実は私ビッグマムに捕まりました。命からがら逃げてきたところです。そりゃあ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出され。道は開けた。さて進むかの。あれは地下へ続く階段のようです。あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。ウルプ、それにジンベエ、お前なんでここに。なんだお前たち、そこで何をしている。おい、ダイライ。わかったよね、二人とも。今助ける。来てくれてありがとう。でもこの檻どうすれば。囚人図書室の方は燃やすことだけが唯一の脱出手段。ほれ、ありがとう。これは三時にプリンのこと教えてやんねえと。ちょっとルフィ、もうチョッパーとキャロットが捕まってるの。ブルレッティ、ビッグマムの娘の仕業よ。おそらくチョッパーたちはブルレの作るミロワールドに捕らわれて、ブルレを倒せば解放されるはずじゃ。何なんですか。やけに鏡が多いですね。来い、カイライ。バイオバード、こんな立派なお城なんだもの。お宝部屋もきっとあるわね。間違いない、お宝の匂いがする。わっか、わっか、
仲間と戦うなんて最悪。さっさとブリュレを捕まえないと。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。私たちの姿で襲ってくる敵のどれかがブリュレだから、見つけたら全部倒して。ブリュレは鏡を使う能力者。店の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかもしれない。それが聖剣ガッシュビバレちまったか。まだ逃がさないよ。捕まえたわよ。観念しなさい。離せ。うわ、出られた。ずっと鏡の中だったらどうしようかと思ったよ。ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去る。こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿がある。